皆さんよろしくお願いします。哲学人です。ハッピーエンドに花を添えて、第2エピソードの、後半やっていこうと思います。翌日も快晴が続き、日差しは容赦なく、2人とアスファルトを照らしていた。いや、今日は二人ではなく、さやちゃんの左手に、タオルに包まれた子猫が乗っかっている。もし親猫がいるなら近くにも同じくらいの子猫が数匹いるかもしれないって先生は言ってたね。昨日は見てないですよね。見てないな。また当てもなく歩き出す。日焼け止めを塗っていると言った彼女の腕は昨日に比べると赤みを帯びていた。日焼け大丈夫？昨日ちゃんと日焼け止め塗って正解でしたね。塗ってなかったらひどいことになってたと思いますよ。子猫は眠っているようだったと言ってもまだ目も開いていない状態なので、ただおとなしくしているだけなのかもしれないが、今日この子のお母さんが見つからなかったら里親が見つかるまで私の家で飼うことにしました。里親感。はい、やっぱり自分で最後まで飼うのはちょっと怖くて。苦笑いしながら子猫の小さな頭を右の手の指で撫でていた。ミーというか細い鳴き声が聞こえてきた。どうやら寝ているわけではなくおとなしくしているだけだったようだ。昨日この子猫を拾った場所を中心にまだ行ってなかった道を歩いたが、これといった収穫はやはりなかった。途方に暮れた俺たちは一度公園へ戻って休憩をしていた。見つからないですね。あ、ん？どうしたの？見てください。さやちゃんが左手に乗っている、子猫をじっと見ていた。一瞬何のことか分からなかったが、よく見ると子猫の目が開いてさよちゃんの方を見ていた。猫ってすり込みとかあるんですか？聞いたことはないけど、猫もあるのかな。私がママだと思われたら本当のママが見つかった時に申し訳ないですね。優しい口調のままさよちゃんは右手の指で子猫をあやしていた。指の動きに反応して子猫も前足をゆっくりとバタバタさせる。見てください、すごくかわいい。昨日今日の疲れを感じさせないほどテンションが上がった彼女を見て、俺も少し疲れが和らいだようにを感じる。どうなるかと思ったけど元気そうだな。そうですね、昨日はあんなに弱っていましたから。ペチペチと前足をさよちゃんの指に当てながら、時折小さな口で噛もうとする仕草を見せる子猫。爪も牙もないから全然痛くないですね。なんかふにゅふにゅしてる感じです。ふにゅふにゅしてる感じがわかるようなわからないような表現だったが、子猫は元気そうで何よりだ。里親探さないでそのまま飼えばいいんじゃない？嬉しそうな彼女を見てついついその言葉が口から出てしまった。言った後で無責任な一言だったと後悔してしまう。そうしたい気持ちもあるんですけど。彼女は目線を子猫に落としたまましばらく沈黙した後にもう一度口を開いた。犬を亡くしてしまった時のこと話していいですか？うん。アイリスって名前の柴犬でした。物心ついた時から飼っていたので家族同然のように仲も良かったんです。お散歩は私がよく連れて行ってました。5年前くらいなんですが、その日もいつものようにお散歩していました。アイリスは走るのが好きで私もそれを追いかけていたんです。いつもよりも走って
私が疲れた頃にリードを引っ張って止めようとしたんです。でもリードの止め方が悪かったせいで外れて、アイリスはそのまま走っていっちゃって、すぐに名前を呼んだんです。呼ばれたことに気づいてアイリスはこちらを振り返ったんですが、そこで彼女は表情を曇らせ、言葉を一度詰まらせた。手の上ではそんなことはお構いなしといった具合で子猫が指にじゃれついている。そこが見通しの悪い十字路だったんです。アイリスの止まった先に一時停止を無視した車が走ってきて、ああ悲惨だな。私何もできなかったんです。もしかしたらすぐに病院に行けば助かったかもしれないのに、泣くことしかできなくて。さよちゃん、泣きそうな声の、少女の頭をそっと抱き寄せる。だからすごく辛かったから、飼うのが怖いんです。この子もそんな目に遭わせたくない。違うよさよちゃん。さよちゃんこの子に気づいて、救うことができた。あの時さよちゃんが気づかなかったらこの子は助からなかった。その後だってすぐに走って病院に連れて行くことができた。今のさよちゃんならこの子を悲しませるようなことはしないよ。この子を幸せにできると思いますか？大丈夫、頼りないかもしれないけど俺もついてるから。頼りなくはないです。それならいいんだけど。気がつくと子猫は疲れたのかまた目を閉じて眠っていた。そんな子猫をじっと見つめる彼女、その目には涙が溜まっていたが、それをぐっとこらえながら葛藤を続けているようだった。やがて彼女は空いた右手で、涙を拭くと俺の顔を見上げてきた。マサトさん、何？ありがとうございます。なんかマサトさんから勇気をもらった気がします。泣きながら笑って見せた彼女からはさっきまでの曇った表情が消えてるように見えた。私この子を飼います。ちゃんと最後まで。あ、その子もそれが嬉しいと思うよ。この後もう少し付き合ってもらってもいいですか？もちろんいいけど、どこに行くんだい？ペットショップです。この子にいろいろ買ってあげないと。寝ている子猫の背中をそっと指で撫でながら慈愛に満ちた表情を見せる彼女。女性特有の母性なのだろうか、そんな見たことなかった表情にドキッとさせながらも子猫に少し焼けた気がする。マサトさん。なんだい？私がこの子に構ってばっかりになっても焼かないでくださいね。猫に嫉妬なんかしないって、いや図星ですね。嘘です、すでにしていました。本当ですか？でも少し嫉妬してるマサトさんも見てみたいんですよね。目の前にそんなマサトさんがいます。ほらほら、行くならもう行かないと日が暮れるよ。あ、そうですね、行きましょう。それと、それと名前考えないといけないですね。なんか名前をつけると一気に情が湧いちゃうと思って考えてなかったんですけど。確かにわかる気がする。ゆっくり考えます。それで猫を飼い始めたのか。水野さん、猫は好きなんですか？猫より犬の方が好きだな。言うこと聞くから。水野さんらしいですね。ほら、さよが昨日こんなに写真を送ってきてな。水野さんが自分のタブレットを俺に見せてきた。そこにはさよちゃんが撮ったと思われる子猫の画像が大量に写されていた。あ、ちなみにこの水野さんはさよちゃんのお姉さんなんですね。
この画像俺にも送られてきてますよ。可愛いのはわかるが親バカってやつだな。これはこれもさやちゃんのいいところなんじゃないですか。おっとのろけてくるね。そんなんじゃないですよ。しかしあのさよがまたペットを飼うなんて信じられなかったがな。話は聞いたんですけど、そんなに犬の時はひどかったんですか。1ヶ月は学校を休んだぞ。すごいな。そのまま夏休みに入ったから実質2ヶ月くらいは沈んでたな。あらら、そんなにひどかったんですか。ああ、ペットロスだけのせいではないからな。え、どういうことですか。さよから聞いてないのか。何のことですか。そうか、水野さんらしくないといえば失礼だが、珍しく悩んでる素振りをしてみせる。君たち手をつないだことはあるか。その一言には思い当たる節があった。いえ、ないです。そうか、困ったな。これは私から言っていいことかどうか。それについては喉から手が出るほど知りたかった。でもさえちゃんには自分が話したくなったら聞くと約束した手前、ここで水野さんに聞いてしまうのも違う気がした。その話ってやっぱりさえちゃんが自分から話しづらい内容なんですよね。そうだな。それなら無理にさやちゃんから話を聞くよりも水野さんから話をしてもらった方が良さそうだと思えた。さやちゃんにそのことについて水野さんに聞いていいか確か確認してきます。君のそういう律儀なところ私は好きだよ。なるほどね。水野さんは苦笑いしながら席を立った俺に手を振った。おそらくまだ午前の授業中だろう。電話をするわけにはいかないのでスマホでメッセージを送る。少し待ってみたがやはりすぐに既読はつかなかったため、そのまま自分の席に戻ることにした。昼休み気づくとさやちゃんから返信が来ていた。水野さんから聞いていいのとの了承が得られた俺は昼食を終えて昼寝をするため、机に突っ伏そうとしている水野さんに声をかけた。水野さんにそのことを伝えるとふーと長く一息ついた後に話し出した。さよはな、早い話が男性恐怖症なんだ。ああ、男性恐怖症そんな感じは。普通に話してる分にはしなかっただろう。恐怖症になったきっかけからもう5年は経っているからな。5年ってもしかしてアイリスとも関係があるんですか。さすがは高沢君、察しがいいね。そういうところも私は好きだ。だからそういうのいいですから続きを話してください。アイリスを引いてしまった運転手がちょうど高沢くんくらいの若造だったんだが、犬を引いたショックに加え近くで泣きわめいている子供を見てどうしていいかわからなくなったらしい。その状況にはなりたくないですよね。それでな、その男はよりにもよって泣いている作用を黙らせようと手を強引に引っ張って車に連れ込もうとしたのだよ。なんで。ああ、それは昨日さよちゃんから聞いた話は全く触れられなかった出来事だった。当然さよも泣きながら抵抗したらしい。それでも人通りの少ない道でさよの悲鳴と男の罵倒がしばらく続いていたのだろう。ここで水野さんは一旦ため息をついてから吐いてから話を続けた。そこで私がたまたま通りがかって男が誘拐犯だと思い一本背を出してしまってな。その後警察も呼んだんだが男も怪我をしてしまっていろいろと大変だったよ。じゃあその時に男性恐怖症。そういうことだ。さよの両方の手首は力いっぱい男に握られた跡がくっきりと残っていてな、とても痛々しかったと記憶している。ああ。おそらくアイリスを失ったショックも同時に植え付けられてしまったんだと思うのだが、しばらくは男と全く話さなくなってな。まあそれ以外にも。それ以外にも。いや何でもない、忘れてくれ。でも今はそんなこと全然ないじゃないですか。話すだけなら徐々に良くなっていってな。でも手を触られることだけはトラウマとして今になっても変わらないようだな。そう言われてふとさよちゃんがと最初に出会った日を思い出した。彼女からハンカチを受け取ったとき、触れ合った瞬間に磁石の同極のように手を引いたさよちゃんの姿が、頭を過ぎると。高沢くんでもダメだったか。え？いやな、
高沢くんならさよの手に触れても大丈夫ではないかと勝手に期待していてな。あ、残念ながらダメだったみたいです。そうか。まあさよのやつ、あれで根性を見せるときは見せるやつだからな。猫を飼うことも決意したようだし、高沢くんのアシストにも期待してるよ。水野さんポンポンと俺の肩を叩いてから親指を立ててみせた。水野さん妙に俺のことを過大評価してるんじゃないですかね。そんなことはないぞ。君はやるときはやる男だと私は知っている。そんなこといつ知ったんですか。こんばんは、さよちゃん。あ、まさとさん、こんばんは。いつも花屋で、さよちゃんは元気に接客をしていた。昼間に、水野さんから聞いたことを特に気にしている様子はなかった。公園で待ってるから、バイト終わったらちょっと話せないかな。はい、私もまさとさんとお話がしたいです。うん、じゃあ適当に待ってるからあまり急いで来なくても大丈夫だからね。わかりました。昼間の暑さが和らいだ公園に軽そうな足音が小刻みに響いてきた。お待たせしました。何も走ってこなくてもよかったのに。早くマサトさんに会いたかったのでついつい走っちゃいました。汗をハンカチで拭いて笑いながら彼女が俺の座っているベンチの右隣に並んだ。子猫は元気？元気ですよ。じゃれついてくるのが可愛くて可愛くて。本当は俺とこうやって話してる時間が惜しいんじゃない？あ、嫉妬してますか？嫉妬ですね。さよちゃんやけに嫉妬にこだわるよね。ほら、ちょっと嫉妬してほしい時ってやっぱりあるじゃないですか。何この顔。かって、限度によるけどね。そうです、子猫に嫉妬しちゃうマサトさんなんて程よく可愛くないですか。それを俺に質問されても困るな。こうやって話してるとやっぱり男性恐怖症だったなんて信じられなかった。マサトさんだからですよ。え、マサトさんだからこんなにお話できるんですよ。まるで俺の考えを見抜いているような一言を、放たれて戸惑ってしまった。今でも男の人と話すときって怖いんですよ。でもアルバイト始めるときに頑張るって決めたんです。このままじゃアイリスにも悪いって思ってましたから。俺のことは怖くないの？最初はちょっと怖かったんですよ。でもマサトさんの場合は特別だったというか、それ以上になんかドキドキしちゃって。特別って言われたらなんか悪い気はしないな。でも本当にそうだったんですよ。だけど自分の膝の上にあった左手を二人の座ってる間にそっと置いてみせた。手を触ってみてくれますか？いいの？はい。あ、そっとさよちゃんの左手の上に自分の右手を重ねる。彼女は体を小刻みに震わせて目を強くつむっていた。大丈夫？声にならない声を上げる彼女、重なった手からはじんわりと汗がにじんでくるのを感じた。いたたまれなくなった俺は右手を離してしまった。彼女は乱れ始めていた呼吸を整えようと深くゆっくりと息を吐いてみせた。気にしないでください。思ったより大丈夫でしたから。そう言って精一杯無理をして笑ってみせる。私も手をつないでマサトさんと歩きたいんです。ずっとずっとそう思っていたんですけど、怖くって。もっと早くこのことを話したかったんですけど、なんだか嫌われちゃうのも怖くてなかなか言えなかったんです。バカ、こんなことで嫌いになんてならないよ。はい、
マサトさんなら絶対に大丈夫だと思ってました。なんか信頼されてるのかされていないのか。信頼してますよ。ただ私にちょっと勇気が足りてないだけなんです。彼女が少し空いていた二人の間を埋めるようにこちらに体を寄せてきた。だから少しずつでいいのでマサトさんの勇気を私に分けてくれますか。今度は右手を握手するかのような形で差し出す。もう一度握ってください。両手でギュッと。彼女の要望通りその小さな右手を、両手で包み込むと残った左手で自分のスカートの裾を握り、その一点を見ていた。大丈夫ですから。言葉を絞り出しながら何とか体の震えを止めようとしているのだろう。名前を呼んでほしいです。さよちゃん。もう一回。さよちゃん。名前を呼ばれるだけでなんだか安心しちゃうからずるいです。気づくと力が入っていた左手からスカートの裾が放たれていた、目線も左手から、俺の目へとゆっくり移動する。私こんな感じですけどマサトさんのこと本当に好きですから、ですからずっと嫌いにならないでくださいね。俺もこうやって頑張ってくれてるさよちゃんのこと好きだよ。マサトさんのおかげで頑張れるんですよ。じゃあもっと好きになっちゃうかもな。子猫に浮気しても好きでいてくれますか。子猫のうちは許すと。大きくなったら許さないんですか。そうだな、その時はさよちゃんと猫が一緒に写った浮気現場の写真を送ってきてくれたら許すよ。マサトさんちょろいですね。あ、俺もさよちゃんも好きだからね。猫もさよちゃんも好きだからねって、うん、猫の方が先なんですか。さよちゃんが猫に嫉妬してどうすんだよ。そうですね。季節はゆっくりと移っていくように少しずつでもこうやって前に進んでいければいい。彼女とはきっとこういう形でいいんだと思えた。公園の帰り道、西日がゆっくりと沈んでいく季節、二人の影は長く伸びていた。いつもは、影だけが重なっていた二人でも今はこれくらいでしたら平気ですよ。この絵いいね。二人の間で膝、人差し指同士がつながっていた。ちゃんと手を握られると意識してしまいそうだがうまく歩けないらしい。いいよ、なんかこれでも結構嬉しいかもしれない。マサトさんそんなこと言うんですね。なんだか意外です。そう、でもマサトさんが嬉しいなら私も嬉しいです。それならよかった。なんか今までは一緒に歩いていても兄弟みたいだったので、これで恋人同士に見えますよね。そんなこと気にしてたの。どちらかというとお友達に見られた時にお兄ちゃんだと言ってた嘘がバレるので問題かもしれません。それはもう言い訳できないな。でも逆に彼氏だと信じてくれなかったお友達には見せびらかしたいですけどね。いや、それは恥ずかしいからやめて。冗談です、私も恥ずかしいです。まだまだ、彼女の知らない一面を見ることがこれからもたくさんあるだろう。このさなき、つなぐ指が増えるたびに彼女のことを知っていける気がした。でも、どんな彼女を知ったとしてもこのつながったぬくもりが冷めることはないだろうなと、その笑顔を見ながら思っていた。初夏の夕暮れ時、セミの鳴き声が響く中を歩く二人。それはまるで二人を宿泊しているように、もしくはやじるかのようにうるさく臨床していた。そういえば猫の名前って決まったの。少しずつこのつながりを深めていこう。
さえちゃんはと俺に、勇気を受けてもらったと言うけど、きっとそれは俺のものではなくさえちゃん自身のものだったはずだから。それでも俺のおかげというならそっと背中から支えてあげよう。そんな感じできっとこの先も何があっても二人なら前へ進んでいけると思えた。そうでした、マサトさんに最初に教えようと思ってたんですよ。あ、じゃあ決まったんだ。はい、ですね、彼女は人差し指を口元に当てたまま俺の瞳をまっすぐ見上げて言い、言葉を続けた。タイムと名付けました。タイムか。なるほどね。うん、まあ2人のペースで進んでいくのがいいっていうのはやっぱり確かにありますよね。そう、さ、じゃあ、次回また続きのシナリオをやっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録の方もお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。